チャンネル。さあ、うん、ではおなじみの自己紹介いってみましょう。はい、トライアジカヤスさんと中海次元です。よろしくお願いします。お願いします。はい、みんなこんにちは。レギュラーサポーターの鉄血のオルフェンズ秋広アルトランド役、たくみやさきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして公式サポーターの吉間さららです。よろしくお願いします。お願いします。はい、MC を担当しますあやみゆきです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、本日は何の日ですか、さららさん。本日は稼働日。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。やったぜ。いや、待ちに待った稼働日ですよ、南海自然さん。はい、今日この日のために温めていた情報などはありますか。ございます。うん、ございます。まだあるの。まだございます。さすがです。はい、あるということなので、早速参りましょう。先取りトライエンジン。ガンダムトライエンジンの情報をお伝えするコーナーでは、中井支店さん、お願いします。はい、いよいよ本日稼働になりましたエボルブースト1弾の、商品情報の方を説明させていただければと思います。はい、はい、公式ホームページの方で公開されているところもありますが、まずアニバーサリーレアの方を紹介させていただければと思います。うん、はい、アニバーサリーレアですね。このシリーズの、まあ、テーマカラーというかイメージカラーが赤になってますので、はい、アニバーサリーレアのカードも、赤いカード、はい、赤を基調としたデザインになっております。だから今日中井さん赤なんですね。そうなんですよ。ずっとなんですよね、実は。そうだ、今月ずっとだよ。今月ずっと赤なんですよ、実は。無理やりくっつけました。はい、ということで、まずこちらですね、クイーンマンサーのカードになっております。はい、アビリティは粉塵とファンネルですね、の組み合わせのアビリティになる。両方好き。いやー、そうなんですよ。結構ね、これ両方とも、いやらしいというか手強い、はい、手強いアビリティになってますので、ぜひとも使っていただければと思います。はい、パイロットの、プル2に関しては、短期でロックオンした時、ずっと相手のアタックスピード必殺技を、マイナス1500、毎回これ、出てきます。まあ、いやらしく粉塵とかで生き残りながら相手の強さを下げるみたいなことができるような、カードになっております。こちらです。そうですね、あ、そうですね、そちらになります。うん、そしてアニバーサリーまだございます。こちらですね、シードより、プロビデンスガンダムになっております。はい、はい、パイロットのラウルクーズやピーレアで、収録になっております。プロビデンスガンダムは逆襲と強靭ですね。あ、はい、思った、アニバーサリーになってます。まあ、高校の時最初の攻撃で受けるダメージを少なくすることもできる強靭のアビリティと、HP の減少量に応じてダメージがアップする、はい、逆襲の、組み合わせ、非常に、まあ、防御的であり、カウンターに強いようなバランスがっちり、はい、バランスがっちりの、カードになっております。これはいいな。はい、そしてですね、このパイロットのラウル・クールーズがめちゃくちゃ強くてですね、はいはい、攻撃を受けた時、ずっとアタックプラス3000、防御力が2倍になる。いやいやいや、もうちょっとおかしい。攻守にレベルアップ、すごいな。攻撃を受ければ受けるほど強くなっていくパイロットスキルになってますので、まあ、1回目の攻撃をしっかりですね、強靭とかで耐えて、どんどんこのパイロットスキルを、まあ、使っていく。この組み合わせしかないね。使うときは強くなる。これ超強いんで、ぜひとも使っていただければと思います。これはいいですね。はい、ただただ強い。そうなんですよ、このシリーズの目玉になるんじゃないかなと思っております。なるほど、はい、ここにある。そしてアニバーサリーはまだございます。はい、はい、ビルドダイバーズリライズより、はい、ガンダムゼルトザームが、早速、アニバーサリーレアで収録になります。はい、アビリティはですね、回避と、クロスストライクを持っております。あ、クロスストライク、はい、クロスストライクは、味方をアシストした時にゲーム中に1回だけ使える、アビリティになってます。はい、はい、カードを擦ることで、相手のアシストカットを無効にして仲間のアシストを、しながら攻撃をできる、アビリティになっております。はい、さらにバトルに参加した、仲間のアタックスピード防御力がアップするので、まあ、一緒にですね、誰かをアシストして攻撃すると非常に、まあ、強力な、アビリティになってます。そして、まあ、自身はですね、回避を持っているので相手の攻撃を回避して、反撃することができるみたいな、まあ、非常に攻守に優れた、カードになっております。これめちゃくちゃ強いカードです。これ全部強い。まあ、アニバーサリーアってアビリティやっぱ2つ持って非常に強いんで、そうなんですよね。まあ、この2つの組み合わせどう立ち回るかっていうのが、まあ、非常に重要なカードになってきますので、皆さんもぜひとも使っていただければと思います。そしてですね、まあ、前回ちょっと少し説明させていただいたんですけど、はい、この商品からですね、シークレットレアが復活いたします。そうそうそう、はい、これですよ。稼働日まで新規参戦機体何が入るかわからないっていう、ガンダムじゃないかって言われてたやつ、ね、そうですね。まさかファーストガンダムっていう噂ではね、はい、噂では巷ではガンダムなんじゃないかって言われてたんですけど、はい、
実はですね、違ったんですよ。違ったんかい、はい、ちょっと惜しくもあのでしょうねでしょうね、うん、はい、ということでシークレットレアの機体の方を紹介させていただければと思います。はい、こちらです。ガンダムシードアストレイ天空のプリンセスより、アストレイゴールドフレームアマス花、そして、ラスウィンスロット&風花アジャーの、ダブルパイロットになっております。はい、非常にですね、このアマツの系統を組む白いかっこいい機体になっておりまして、アビリティは強撃になっています。はい、シークレットレアの、特徴としてですね、はい、アビリティのレベルがですね、通常のカードよりも1個レベルが高くなります。そうだそうだそうでした。アビリティレベルがプラス1されるので、まあ、そういうところも1個特徴のカードになっています、はい、より強い。そしてエース効果はラウンド1のみ相手全員のスピードバーストを封じるエース効果を持っております。なるほど、はい、それに組み合わせるパイロットのカードに関してはパイロットスキル、味方に女性がいると、ずっとスピード必殺技が 50% 増加する。女性がいると、はい、そうです。そして、ラウンドが進むたびにずっと仲間全員の必殺技を 30% 増加させる、はい、なので、まあ、味方を結構こう、強化していくようなパイロットスキルが両方とも入っているんですけど、ぜひとも女性とこう組み合わせたデッキを組んでいただければと思います。これ使うときはマストだ。そうですね、まあ、この2つの組み合わせで、まあ、結構スピードも高いけど必殺技も高くなるみたいな、カードになってまして、まあ、攻撃を使って味方と一緒に攻撃をすることができるみたいな、強くなった味方と一緒に攻撃することができるみたいな、素晴らしいコンボが決めるカードになっております。はい、まあ、デッキ構築みたいなところを考えられるのが面白いカードになっております。なんか楽しいよね。そうですね、はい、といったところで本日稼働の商品告知に関しては以上となるんですが、はいはい、まあ、お伝えしたようにこのエボルブースト、2段のタイミングですね、7月28日にトラエイジ稼働9周年を、迎えます。はいはい、9周年を記念して、まあ、9つの、施策の方を実施していければと思ってまして、まあ、すでに、はい、今画面に出る G コマンダー大投票の方を紹介させていただきました。G コマンダー大投票に関しては、先々のエボルブーストシリーズでですね、収録を予定している機動武闘伝 G ガンダムの、モビルファイターの中でまだトライジに入ってない機体を投票して、皆様の1票でですね、1位になった機体をトライジに収録するといった内容になってます。こちら投票の締め切りが本日までとなっておりますので、お忘れなきようにしていただければと思います。まだ間に合いますよ。そうですね、まだ間に合います。今どれが上位に来てるのか、はい、そうですね、最終どれが1位になるか今ドキドキのタイミングなんで、でまだ投票しない人に関してはその1票で、ね、結果変わるかもしれないんで、ぜひとも確かに、はい、投票していただければと思います。皆様の気を切手にかかってます。はい、そしてですね、こちらも前回紹介させていただいたツイッターガンプラゲットキャンペーンになっております。はい、うん、トライジの公式ツイッターアカウントをフォローして指定のツイートをリツイートすることで、こちらの画像にあるようなトライジガンダムのゴールドコーティングのガンプラがなんと手に入ってしまうといったような施策の方を実施しております。はい、こちらの方本日より実施しておりますので、はい、公式ツイッターアカウントの方をご確認いただければと思います。はい、はい、そして続いてこちらになります。こちらも前回紹介させていただきましたが、ガンダムブレイカーモバイルとトライジの、コラボプロモーション企画になっております。はい、ウィングガンダムガンプラカラーリングコンテストとなりまして、ウィングガンダムですね、こちら、線画に、色を塗ってオリジナルカラーのウィングガンダムを作るか、ガンダムブレイカーモバイルのですね、ゲーム内で、このウィングガンダムの、オリジナルカラーを作ることができますので、はい、そちらの方で、どちらかでですね、オリジナルカラーの、ウィングガンダムを作って、ツイッターもしくはですね、色塗りをした紙をですね、投稿していただくことで応募が可能になります。で、見事大賞に選ばれた作品は、ガンダムブレイカーモバイルとトライジのゲーム内にですね、オリジナル機体として登場いたします。はい、嬉しい。さらにこの試作もですね、応募していただいた方の中から抽選でガンダムトライエイジゴールドコーティング のガンプラが、もらえます。はい、まあ、ツイッターキャンペーンと合わせてこちらの方も応募していただくと、このゴールドコーティングバージョンの、ガンプラがより手に入りやすくなりますので、ぜひとも、応募していただければと思います。こちらの方も本日から試作の方を実施しておりまして、はい、8月17日まで、応募を受け付けておりますので、詳細は公式ホームページ、またはツイッターにてご確認いただければと思います。はい、はい、ということで最新、情報の方以上となります。はい、ということで稼働日当日の本日も、たくさんの情報をいただきましたが、はい、いやもう、もうすでにお店でゲームやってくれてる子もいるのかなと思うんですけれども、ね、もう私たちもぜひともバトルをしたいということで、本日もバトルのお時間ありますよね。あります。やりましょう。本日はどんなバトルを誰がすることができるんでしょうか。はい、本日はですね、私とじゃあ匠さん、
はいいい返事ですねはい、たくみさんと私が、チームバトルで、新しいカードブーストカードも含みのデッキを使って対戦していければと思います。俺が任されたびっくりした急に急に急にアキヒロがいたさあ、ね、任されたということですから、はい、ぜひいいプレーを期待したいと思います、はい、完璧なプレイングで本当にやっちゃうよ。じゃあ私とサラララさんはね、見学して研究しましょう。はい、ではそれぞれの筐体に移動します。はい、ガンダムトライエージ登場。さあ、ではでは中居自然さん対たくみさんのバトルとなります。ではご機嫌よ。デッキ教えてください。はい、僕の方はですね、ゼータガンダムを、軸にしたデッキを組んできました。エース効果を持ったバリアブルカードのこのゼータガンダムとゼータガンダムバイオセンサーのカードを軸にですね、ガンダムマーク2ティターンズ仕様からバウンドドックに、バリアブルできるカード、そして、運動オートですね、 TR6 運動オートに、プレアレベルを組み合わせたデッキになっております。そして、ブーストカードはこちらのカードを使います。はい、ではたくみさんのデッキはどんな感じですか。はい、みめうるわしい女性デッキ、ウーマンデッキとなっておりますということで、V2 ガンダムにクロエクロチェ、クシャトリアリペアードにアイナサハリン、ビクトリーガンダムヘキサにプルツーということでね、そしてブーストカード、イグニッションはこちらとなっております。もう絶対勝つさあ意気込んでおります、はい、それでは参りますよ。ガンダムトライエージ出ます。いきますやってやるぜ負けられない戦いがここにあるんだちょっとドキドキしますよねお、V2 ガンダム来ましたね。前回の西村ルの敵は俺が取る。バリアブル発動可能です。可能です。バリアブル、あ、これちょっと一回、あ、絶対使わない。ユーカルかな。アイテムエースコーナー発動。うん。うん。あ、覚醒が封じられましたね。アイテムエースコーナー発動。うん。さあ、アタックがプラス1000。ありがとうございます。はい。さあ、どっちからだ。お、防御フェイス。さあ、そうですね、相手からの集中攻撃を避けるためのアシストカットをするか、必殺技とかに使うGパワーを貯めるかを選べるんですが、さあ、じゃあ、どうしようか。なるほど。どうしようか。これで、いや、すげえ悩む。もう久々ちょっと悩んじゃいますよね。はあ、ちょっと時間ギリギリ。時間いっぱい使った。失敗したな。うわ、失敗したな。これどうかな。聞こえましたよ。スピードダウンお互い。お、先制出ましたね。僕の方のマスクが先制のアビリティが出ました。ジェリードのパイロットスキルで先行を取ると、クリティカルが出るので、クリティカル確定の攻撃ですね。あ、緊張するあれあれでも強靭だ。強靭ですね。強靭だからもう持たない。あーねーバースト成功してればあれなんかいつもより回転早くなかった今。そんなことないですちょっと待って、ちょっと待って、西村ルのこと何にも言えない。さあ、回復スキルでスピードを下げてますね。ちょっともう本気出していくよ。あー、相手も先制、先制出し合ってますね。全然出てんだから、うん、自信持っていこう。自信持っていこう、プルツプルツは自信ありますいいよ、動きがいい。あ、ちょっと、さばこだから速いんだよね、スピードがね。あ、
やべ、ミスった。違うところ行った。よっしゃ違うところ見た。沈んでるガッツポーズやってしまった。1対1。いい勝負ですよ。よし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 。もうこれね、先制もね、アビリティの調整したんで少し発動率が上がってましたね。いやスピード速いな。さあゼータガンダムいきますよ。もう失敗許されないな。アタックバースト決めてきた。さあいけるか。ここはあえて使わない。お、お、連撃きましたね。やばいな。やだ。ちょっとも なしにしてもらえないか。さらにアタックバースト。やめまんだ。これは落とせるんじゃないか。やばいやばいやばい。バーストは使わない。使わない。あー、くそ。へいへい。お、バースト大成功。そうですね、今連撃で2回バースト成功したんでブーストが一気に2つ溜まりました。なるほどね。そう、連撃とかそういう人が、そう連撃か、そうか、使いやすいですね。うーん、2対1です。諦めない。これはまだまだ、うん、諦めない、うん、あ、そっか、倒されちゃってるから。なるほどね。さあランダムで仲間2機のアタックプラス2500。うん、なんか勝っちゃいそうだからな。使っとこうかな。早くして早くして。余裕です。さあ使いましたよ。どうした。うわ、いいですね。ゼータガンダム強いよ。いい、強い。誰さえ強いのに。さあそしてバリアブル、バリアブルしちゃおうかな。バリアブル。あ、そうか、さっき出なかったもんな。これこのままでいいんじゃないかな。このままだな、うん、さあバリアブル。いや強いよ。ちょっとさあ、いつもとはちょっと違った演出がゼータガンダムの特徴です。モビルスーツのロックには入らずに、バイオセンサー起動にバリアブル、アビリティは中に。わお嘘でしょなるほどね。うん、ここは使うしかない。見送ろうかな。おと、それはちょっとやだ。嫌だ。嫌だ。嫌だ。さあ、神井のパイロットスキルでバリアブルしたモビルスーツに乗っかると、ずっとスピードが2倍になるので、そうですね、ゼータガンダムのスピードが今上がりました。お、クロエのパイロットスキル出ましたね。やべ、そうか。そうですね、アタックと必殺技のコストが今。足りねえ。いけねえ。カミユは味方が撃破されると EX 撮影できます。さあ全バースト、なんとかこれと耐えるしかないな。まあ、普通に考えたら当てるべきじゃないんですけど、どうするか難しいですね。ここはあえて、あえてこの V ガンダムをゼータガンダムで撃破して勝ちに行こうかなと。勝ちに行こう、勝ちに行っちゃおうかな。こっちは悩む。でもどうする。もう、これにかかってるよ。頼む。いやまあまあまあそうでしょうよ。これで決める。さあ新しい主題歌も流れて。そうか、アシストで来る。いやちょっと待って。ダハ、そうですね、クロエのマイナス効果をダハで解除。え、だあ、そうですか。V2 ガンダム分離がありますから、まだ。いや分離頼みってもうヤバくない。負け覚悟しかない。さあバースト、
さあここじゃないかな。なるほどね。さあスピードがガンガン上がってますよ。やばいな。さあ先行取ると追加ダメージ。ちょっとなんか追加が多いんだよな。お10だけ。ちょ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 10だけで来ました。ちょ待って待って待って、落ち着いて。ちょ待って、いらないよね必殺技。寂しい。あ、一緒か。うわー、もしかないじゃん。もう使いたくなかったよ。あー、ちょっと調子乗ったな。うわー、いや、逆転のチャンスある？まだある。これは意外とあるかもしれない。まあまあまあ、でもここはしここまずしのご、ここはしのご。いやちょっとでもゼータはそんなに HP が高くないから不安。いけ、頑張れ、いっちゃえ。よし、もうよし、これは嫌だ、これは嫌だな。素敵、やっといいとこが見せられた。たくみさんバーストバトルですよ。もうちょっとここは緊張とかしてる場合じゃないよ。結果が求められるシーンだよ。うわー、 V2 ガンダムいいっすね、うん、かっこいい、かっこいい。もういくよ、絶対勝つ、絶対勝つ。うわー、互角、絶対勝つ、絶対勝つ。イエーイ、ごめん、あーっごめん。まあ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 、とはいえクリティカルだから。よっしゃー、よっしゃー、すごい、よし、よし、すごい、持ちこたえ、すごい。10 V2 ガンダムの実力だね。俺の実力は全然出なかったけど。ただ意外とここで決着ついちゃうかもしれないですからね。運動とも強いですよ。あ、先生、よっしゃー、来たよ、やばい、来たよ。もらったんだ。なんでだよ。なんてね。先生出たのに。なんてね。うんちゃうんだわこれが。こんな辛すぎるよ。今テンション上げたの返して。まあ意外と倒しきれない可能性もありますから。もう声枯れそう。情緒が不安定すぎるわ。ちょっとやめてよ。あ、これ落としきれるかな。頼む、なんとか落としてほしい。なんとか耐えて。10、うわぁ、200。よしよし、すごいですよ、これ匠さんもこれはいけますよ。10と200点。これはいけますよ。やばい。あ、ここか、ここ大事。あ、ちょっと、あれ、あれ、ナイス、いける。おぉ、50%。やばい、惜しい、完璧だな。どしかし負けた。やったぜ。やられたぜ。これプルツーの短期ロックオン出てた。3対2でプルツーの短期ロックオン出てたかな。たくみさんの勝利。やったぜ。ノーミス、ノーミス、ノーミス。これは何だろう、どういう展開だったんですか。いや、戦略勝ち。いや、戦略も戦略。いや、でもちょっと僕が調子乗って2ラウンド目 そのロックオン調子乗っちゃったかな。いや、調子とかっていうか実力ですよね。ですね。やったぜ。いや、でもよく耐えましたね。 V ガンダムがまさかそこで耐えると思わなかったですね。いや、 10と200ってギリギリを耐えてますよ、ギリギリ。いや、本当にね、見てもらったら分かるけど、プレイヤーの実力なくてもね、なんとか勝てるんですよ。何、そう、運要素っていうのもちゃんとありますからね。そう、だから始めたばっかりの人も、そう、ね、あの、確かに、クロートな人と戦うことが楽しめる、うん、見た、このプレイングのなさ。これでも開発に勝っちゃうんだから、みんな自信持っていこう。はい。さあ、皆さんも楽しんでください。 E バトルありがとうございました。いや、楽しかった。あ、疲れた。お送りしてきましたトライエイジチャンネル、別れのお時間が近づいてきましたが、いや、素晴らしい戦いでしたね。ありがとうございます。これがトライエイジチャンネルのゲームのやり方、ね、皆さんご覧いただきました。西村アルさん、こういうプレイングをね。
まあプレイングに関しては僕のミスがいっぱいあるんだけど、まあでも結果が全てなんで。やっちゃったわ。ちょっといろんなミスはあっても結局勝った時のこの喜びね、皆さんにもまた味わってほしいんで、今日からねまたあの診断稼働しましたんで、たくさん遊んでほしいと思いますね。はい、さあそしていろいろな情報を改めて見たいときってどこを見ればいいですか？はい、トライエージの公式ホームページ、およびツイッターの方をご確認いただければと思います。テンション下がってます。あ、そうなんです。決して決して今日稼働日ですよ。あ、そうでしたね。めでたいめでたい日でしたね。失礼しました。まさか負けるなんて猛省しております。こんなこともあります。それがトライエージです。はい、さあそして次回の配信日7月の2日を予定しておりますので、はい、次回もどうぞお楽しみに。それでは、またねー。